どうも、スマスモ TV ナビゲーターの角野です。今日はですね、スマク役所にやってきましたと言いたいところなんですが、この場所がなんかおもちゃとかね、絵本とかがあったりとかして、ちょっと僕来る場所を間違えたかなと、ちょっと今不安になってるんですけども、区役所の方ですかね。はい、スマクのまちづくり課の本村と申します。本村さん、なんか爽やかですね。ありがとうございます。はい、なんか紺のジャケットもバリッとして、はいはい、ちょっと僕はね、ヨレヨレな感じで。いやいや、もうおしゃれなんで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。この場所ですね、僕区役所やと思って来たんですけども、はい、ちょっと場所がいつもと様子が違うんですけども、これどういう場所なんですかね。ここはですね、令和2年の4月にオープンする親子フラット広場スマというところになってまして、これオープン前なんですけども、特別にお越しいただきました。そうなんですね、特別に私来させてもらってると、はい、いうことなんですね。ちょっといつもと違うなと思いましたけども。そうなんです。子供さん連れてこうフラットやってこれるような、場所がもうすぐできると、はい、いうことですね。はい、はい、じゃあ今日はこの場所を紹介していただけるということで。ではないんです。ああ、ではないんです。はい、この場所に来てこの場所の紹介をするというわけではないんですね。ないんです。あ、はい、新しいですね。どうなるんですかね。はい、じゃあどういう情報をちょっと教えてもらえるんでしょうかね、今日は。はい、今日はですね、はい、神戸に移住してこられた方向けの支援制度のお話をさせていただこうかなというふうに思います。なるほど。これから須磨に住みたいとか、今現在須磨に住んでる方にとってお得な情報をご紹介いただけると、はい、そういうことですね。はい、はい、じゃあちょっと早速聞いてみたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、では早速ご説明させていただきます。はい、まずですね、結婚をして移住をする方向けの制度、結婚新生活支援事業というものです。こちらはですね、結婚して神戸市内の方に移住された方向けの制度になってまして、新居の住居費、それから引っ越し費用を最大30万円の支援をさせていただくという内容になってます。素晴らしいですね。これは、はい、じゃあ新婚さん向けの、はい、補助ということですね。そうですね、はい、はい、ね、引っ越しするのにね、引っ越し費用もかかりますし、敷金とかもかかりますしね、そういったものにこう30万円も出るというなかなかいいメニューですね。はい、そうですね、結婚したての頃はお金も入りようなので、うん、ぜひぜひこれを活用していただければというふうに思います。いいですね、やりますね、神戸市さん。いい、ありがとうございます。はい、はい、他にもあるんですか。はい、次がですね、こちら、はい、子育て支援住宅取得補助制度ということで、はい、こちらはですね、神戸市内で、中古住宅を買われてそれをリノベーションされた時に支援させていただくものになってまして、うん、最大でですね70万円の支援をさせていただきます。うん、これ中古物件のリノベーションに補助が出るってなかなかあんまり聞いたことないですね。そうですね。うん、でこちらはですね、うん、中古住宅を建て替えられるときにも使える制度ですので、ぜひぜひご活用いただければというふうに思います。いいですね。最近若い人はね、中古住宅買ってリノベするというのが流行ってますので、うん、そういった方必見なので、ね、ぜひこれ調べて使ってください。はい、でそれからですね、はい、他にもあるんですね。うん、次はこちら、はい、近居同居住み替え助成事業ということで、うん、こちらはですね、親御さんのいる家の近くに住まれたりですとか、うん、親御さんの家に同居される方向けの支援内容になっております。うん、でこちらちょっと別のフリップを使って説明しようと思うので、はい、あ、ちょっと持っておいていただいてもいいですか。はい、持ちますよ。はい、で、こちらなんですけれども、うん、親御さんがまあ神戸市の方に住まれていて、うん、子どもさんの世帯が別の市にお住まいの時に、うん、そこから引っ越しをされて、うん、という時にですね、その引っ越し代ですとか礼金などの半額、はいはい、最大20万円を支援をさせていただくという内容になっております。最近ね、子育てをきっかけに親御さんの近くに住みたいという方も、ね、結構増えてるんで、これはすごくいいですね。そういったことを考えている方にとってはものすごいいい情報ですね。はい、こちらもぜひぜひご活用いただければというふうに思います。うん、はい、で
やっぱりこういう子育てにもちょっと手厚いような感じがこう見えてきてますけども、神戸市としては子育てに関するいろんなメニューも他にもあるんでしょうかね。はい、神戸市のですね子育ての特徴なんですけれども、妊娠をしてから子育て期間中、切れ目なく、支援させていただくというのが特徴になっております。これちょっと持ちましょうか。大丈夫、いいです、いいです、はい、次いきますので、はいはい、で次が妊娠をして子育てするまで切れ目なく、はい、そうですね、はい、でそこでまず紹介したのはこちらなんです、ちょっとこうグレーじゃないですか。コンじゃん、コンです、コンです、はい、ちょっと見にくいんで、白バッグで、はい、そうですね、はい、こちらですね神戸市の母子手帳になっております、で、これなんですけども、神戸市のですね、ファミリアさんという会社のデザインのコラボさせていただきまして、作っているものになってまして、かなりこれが変わってから人気が出ております。可愛いですよねこれ本当に、はい、ポートタワーとかねあったりとかして、僕の知り合いでもこれが欲しいがために神戸で、子供産んで子供育てるんやっていう方も、おられます。はい、すごい人気ですよね、はいはい、これは表紙だけじゃなくてですね、中身も可愛らしいデザインを取り入れてまして、ずっと使っていただけるようなものに、なっております。可愛いですね、はいはい、そしてですね、それ以外にも、制度がありまして、それがですね、こちら、妊婦健診なんですけれども、これ保険が効かないものになっているんですけれども、その妊婦健診に対して、神戸市では受診券を12万円分、支援をさせていただくというものになっております、はい、でこの金額はですね、阪神館の中でも最高額ということで、ぜひぜひご活用いただければというふうに思います。12万円分の言うたら金券がもらえるみたいなものですね。そうなんです、はい、素晴らしいですよね、はい、最高額ということで、僕聞いた話でですけども、神戸市さんは水道料金も安いっていうふうに聞いたんですけども。そうなんです、神戸市の水道料金はですね、日本でも最高に安いということでやってますので、ぜひぜひこちらも、はい、いいですよね、特徴の一つとして覚えていただきたいなというふうに思います、はい、意外な事実でね、はい、これ積み重ねていくとね結構な金額になりますので、水道はもう毎日のことですからね、はい、はい、いや素晴らしいですね、はいはい、そしてですね、あまだあるんですね、はいはい、続きまして、子どもの医療費なんですけれども、こちらもかなり気になる内容かなというふうに思いますので、無料無料無料って書いてますね、はい、そうなんです、子どもの医療費なんですが、まず0から2歳については、外来入院ともにずっと無料となっております。でそれから、3歳から中学3年生までの間なんですけれども、こちらは外来がですね、1医療機関あたり月2回まで400円で受けていただけます、そして、3回目以降無料になりますので、毎月最大800円のご負担で、医療機関にかかっていただくということができます、子どもさんはね病気がやっぱり多いんで助かりますよね、はい、はい、いやすごいですね、はいはい、でですね、他にもいろいろ話をしたいんですけども、あまりお時間もありませんので、それ以外のことについても、スマスモのですねお役立ち情報というボタンを押していただきますと、見ることができます、先ほどの支援内容の詳しい内容ですとか、それ以外の支援内容についてもこちらの方に掲載しておりますので、ぜひ、ご覧いただければというふうに思います、はい、ここをクリックすればさっきのお得情報がずらっと、はい、見られるということですね。はい、皆さんちょっとチェックしてみてください。で今までお聞きしたいろんな、住むためにお得な情報ですけども、こういうたくさん揃っているのは神戸市ならではなんでしょうかね。はい、ここまでのですね豊富なメニュー揃えておりますのは神戸市だけかなというふうに思いますので、言い切りましたね、素晴らしいですね、はい、まあ、言い切るだけのものを揃えていると、はい、いうことですね、はい、メニュー、はい、どうぞ、はい、ぜひですねこのいろいろなメニューをですね、見ていただいて、使えるものは使っていただいて、神戸市の暮らしを楽しんでいただければというふうに思います、はい、僕もそう思います、はい、それでは、スマスモ TV、本日は、これから、神戸スマに、住みたい人で現在も住んでいる人にとって、とってもお得な情報を、スマ区役所の本村さんに紹介いただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではスマスモ TV 次回もお楽しみに。では
さよなら。